新視点ニュースへようこそ。ロシア・ウクライナ戦争は、膠着状態であり、中東戦争も未だに収束せず、インド太平洋地域では、台湾海峡問題、中印国境紛争に加え中国共産党、中共とフィリピンとの間の紛争も深刻化していて、新たなホットな話題となっています。同時にアメリカ、日本、フィリピンは、新たな同盟形成に向けて動いており、インドは、 アメリカの同盟国フィリピンを支援しています。インド太平洋地域が新たな火薬庫となるか、どうかについては専門家の間でも意見が分かれています。3月23日、中共海警局の船が南シナ海の軽装海域でフィリピン軍が駐在する拠点に補給物資を輸送していたフィリピンの民間船に放水銃で攻撃し、銅船の船体に損傷を与え、 乗組員数人に怪我を負わせました。この補給船が中京側から攻撃されたのは3月初旬以来2度目となります。フィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領は3月28日、中京会計局による違法かつ危険な攻撃に対してフィリピンが対抗措置を講じると明らかにしました。フィリピンは3月31日、 フィリピンの主権に対する一連の挑発行為に対応するため、原油の開示委員会の拡充と沿岸防衛安全保障の強化を命じる大統領令を発表しました。中共は南シナ海のほぼ全域に対する主権を主張し、それを強調するために地図上に球団線を設定しています。中共が主張するいわゆる球団線という境界線はベトナム、フィリピン、マレーシア、 ブルネー、インドネシアの排他的経済水域には入り込んでいます。フィリピンが中共を相手としてハーグの常設仲裁裁判所に提訴した裁判で2016年同裁判所の特別法廷は南シナ海に対する中共の主張には国際法上の根拠がないとの裁定を下しました。しかし中共はこの裁定結果を認めず今でも 南シナ海の人工島や岩礁に戦闘機用滑走路を建設し、さらにミサイルを配備して地域に緊張を引き起こしています。今回のセカンドトーマス章での紛争後、アメリカと日本は直ちにフィリピンを支持しました。さらに南シナ海における中共の危険行動を非難し、南シナ海での中共軍の攻撃的行動について警告しました。 台湾国防安全研究院の研究者で所長の新明室氏は4月1日大起源に対しフィリピンのドゥテルテ前大統領は親中姿勢を示したが中共のフィリピンに対する経済援助強化の約束は全く実施されなかったそれどころか球団船内の関連海域では頻繁に挑発行為を繰り返していると語りましたその上で新明室氏は フィリピンの国力だけで対応しきれない場合、フィリピンは南シナ海での中京の拡張を阻止するため、民主国家同盟の立場に基づき各国間の協力を強化する必要がある、と語りました。フィリピンはインドからブラモス対艦ミサイルを購入していて、4月7日には日本の自衛隊、米軍、オーストラリア軍、フィリピン軍による共同訓練が実施されました。日本は、 南シナ海での中京とフィリピンの主権争いを中止しつつ、南西部の離島の防衛力を早急に整備する方針です。東京から約2000キロ、台湾からわずか110キロの夜な那国島は、その整備計画の最前線となっています。日系アジアは3月31日、台湾海峡の緊張が高まる中、日本が離島に新たな自衛隊の配備や、基地の拡大を行っていると報じました。 1>, 1月18日には台湾総選挙後では最大となる延べ24機の中共軍機が台湾海峡の中間線を越えて台湾領空に侵入するなど台湾に対する中共の軍事圧力の強化は日本にも大きな不安を与えています日本は反撃能力を強化するため1月18日アメリカ政府と巡航ミサイルトマホークの購入契約を結びました契約金額は 400発で2540億円、2025年から順次海上自衛隊のイージス艦に配備される予定です。中日米軍は3月28日、神奈川県横須賀基地で、トマホークの操作方法を学ぶ自衛艦の姿を初めて公開しました。台湾の炭鉱大学国際問題戦略研究所の馬順位教授は、4月1日、大紀元に対し、中共軍は、 大規模な組織変更後、東シナ海や西太平洋で拡張体制を続けている。これには、他の国も対応する必要がある。日本の沖縄には、米軍基地がある。そのため、台湾海峡で戦争が起きれば沖縄も巻き込まれ、日本本土が攻撃されることも予想できる。日米が相応の軍事準備を整えることは、一種の予防的防御だと言えると語りました。 バイデン大統領は4月11日にワシントンで岸田文雄首相、マルコス大統領と初の参加国首脳会談を開催し、中共のグレーゾーン侵略に対処するため、自衛隊と米比両軍の海上共同訓練を実施するなど、海洋の安全保障協力を強化することで一致しました。また、馬順医師は南シナ海と東シナ海における中共の行動は、 日本に一定の圧力を与えており、日本の戦争準備もこれから着実に推進されるだろうと語りました。その上で、馬氏は日米安全保障の枠組みの下日本は日米首脳会談でアメリカにさらなる保障を求めるに違いない。実践訓練や情報伝達、指揮官間の相互連携といった点が、サミットで議論の焦点となると思われると語っています。 新名室氏は中共の拡張に対抗するため、アメリカはハワイとグアムだけでなく、日本の南西諸島、台湾北部、台湾南部とフィリピンを含め、包括的な対応計画と作戦計画を用意するだろうと語っています。また、新名室氏はサミット後、将来の緊急事態への対応を強化するため、2カ国間、または多国間の軍事演習が計画されると考えています。 バジュン医師は、中共の拡張は、過去数年の経済力の増強により派遣を求めるものと考えています。もし日米同盟、米韓、米非そして米大の同盟国が列島線を単純に守るだけなら、中共の拡張を阻止するのは容易ではないでしょう。米中貿易戦争やテクノロジー戦争を通じて中共に打撃を与えるのであれば、おそらく、 中共の拡張に最も有効な抑制力になるでしょう。南シナ海で中共政府が引き起こした一連の挑発行為に対抗して、インドがアメリカの同盟国のフィリピン側に立っていることは明らかです。インドのジャイシャンカル外務大臣は3月26日にフィリピンを訪問した際、フィリピンの国家主権を守ることを明確に指示すると表明しました。この表明ついて、 中共外交部の林権報道官は3月27日に第三者に干渉する権利はないと反論しました。インドのフィリピン指示について新名室氏は中印国境で紛争が生じた場合、インドが単独で中共に対抗するのは難しいと指摘しました。ロシアとインドとは伝統的友好関係がありますが、ロシアがインド側に立つことはないと考えられ、インドは この地域の他の国の支援を必要としています。新名室氏は、習近平は3期目に入り、弱みを見せる可能性は低い。中共は、人命を全く気にせず、一般庶民の経済状態や生命の安全などは、気にかけていない、と語っています。馬ュ医師は、インド太平洋地域の緊張は、高まり続けており、現時点では、戦争の脅威が増大しているとしか言えないとし、 今年になって米中軍事対話が再開された。意思疎通メカニズムがある限り、戦争のリスクは大幅に軽減される。言い換えれば全面的戦争は起こりにくいということだ。中印は国境紛争を抱えているが、まだ相互に自制を続けていると語っています。さて、今日はここまでです。私たちの番組を気に入っていただけましたら、登録。いいね。 シェアなどのご協力をお願いいたしますご視聴いただきありがとうございましたまたお会いしましょう hey,